シヤモトチャンネル。いや俺はさ、立石としてこうできたのは、うん、この男がいるからできたんだよ。っていうのは、うん、立石って仕事は、うん、一生懸命イメージ膨らまかすわけよ、うん、でああしたいこうしたいけど、うん、それを演じて絵にするのはこの男だから、はい、この男はできなかったらダメなのよ、はい、だから岡田勝の評価は中屋敷の評価だと思ってるからあ、岡田勝の評価は中屋敷哲也の評価。そう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 、あー、おー、いいことで恐れ入ります。あ、そう、でも本当映像を見てみんな不安になったと思うんですよね、うん、ライダーのやっぱそれはこの男の世界であって、俺がいくらこんなこうしたい挨拶でもやってくんなきゃダメなわけ、うんうん、だから俺はいい主役さんに恵まれたっていう心はあるわけ。わお、やっぱりそうなんですよ。だってさ、俺2時間もやってさ、私出てくるいろんなことやるけど、はい、やっぱ俺のイメージ通りにやってくれる人いないもん、誰も。あ、でも現場うるさかったよ。何がうるさいんですか。え、それはできない、俺は左来て右来たってうるさいんだ、この野郎。それはもう同期だから言えちゃうみたいな。そう、だからそれは、うん、あの俺はリズムから行くタイプなんだよ、立ち回りって。うん、だからどっちでも足が右だから左でいいんだ俺は。お母さんはね、うん、はい、だからあ、じゃあそっちいいよ、でもリズムが違うとちょっと違うなだけで、はい、あとはこの人の良さが出れば、うん、それは大野研究会って中で稽古したりなんかしてるから、あの気心も知れるし、それがあるからできるんだと思う。だから他の人がいくらうまいっていう人がいっぱい来ても、他のチームから来てもね、うん、それは合わない。中井さん、そこら辺どうですか。いやいや本当にそうでね、あの、うん、いや絡みっての方がね大変なのよ。絡みっていわゆる戦闘員とかやる方です。いやいや、スーパーの時やってたんだけど、はい、この男はね、自分がタイミングでブワッとなった時に声聞きないと納得しない。あ、そこにちゃんと来ないと。そう、絵が崩れるみたいなのがあって、ね、あ、自分のね、うん、やっぱり自分の絵を大事にしたそれは分野さんもしっかりそうだし、うん、みんなあのプレイヤーってそうだと思うのね、うん、役者もそうだけど、うん、自分の制約されると腹立つ。自分がこれ出すときに来てくんないと、うん、それは絡みが前下手なのよ、ね、あの、で、うん、やっぱその例えばじゃあ今中井さんがおっしゃってた、うん、仮面ライダースーパーワンが自分の今の最高だ、うん、よかったっていうふうにおっしゃってたじゃないですか。でお母さんもライダーとしてはスーパーワンが、まあ、ある意味最後だったじゃないですか。そう、前も言ったけど、やっぱり自分の世界が持てたのが、うん、スーパーワンなの。立石岡田勝として自分の世界を持ったのがスーパーワンで、はい、その前はやっぱり高橋一春さんっていう世界があって、うん、それを崩しちゃいけない。なんかこう亡霊がいたみたいな。そうそう、だったら好き勝手やるやん。いやだってほら、やっぱ立ち回りの傾向っていうか、俺新しい型みたいなの入ったじゃないですか、うん、あれはね、平山さんっていうかね、で、江連脚本家ので、稽古行って全学、どうだっけ、全幅寺かな。全幅寺か、うんうん、で俺は一日行ってさ、あの龍な名うん、そう、はい、あれ足蹴られて一日で辞めてんだけど、そしたらそれはなんかあのこう円を描くんだ、全ての中に円を描くような武術なんだって、はいはい、でそれをやってるうちに、なんか俺に合わないな、この円を描くのは、肩がね、うん、だったら俺空手の方がいいやで、50リットルの武術だ的な方がいい、うん、20代の男のアメリカ人の方からこういうその、まあ、メールですよね、手紙をもらったんですね、うんうん、でこれちょっと説明してもらうと、あのアメリカで言うとアメリカの英雄ヒーローってファイアーファイターなんですよ、消防士、ポリス、これを名もなき英雄って彼らは言ってるんですね。でその彼、20代の彼が僕にこんな、テキストを送ってくれたんですよ。ちょっと読みますね。でパワーレンジャーのスーツアクターの皆さん、そしてマスクドライダーなどのアメリカの特撮番組の皆さん、心より感謝をしています。皆さんのハードワークを心より愛しています。皆さんこそが私の名もなき英雄ですって言ってくれたんですよ。ありがたいですね。これはね、僕本当に涙が出たんですけど、やっぱりなんだかんだ言ったって我々は顔が出てないじゃないですか。それは一つの悲哀でもあるんだけれども、それを見たその20代の外国の男の子、20代の男の子が私の名もなき英雄ですって言ってくれた、
言葉は僕はすごく感激したんですよね。それは僕らの世代に言ってくれた言葉であるんですけど、実はこれ僕が読んだ時にこれこそ中井知さんとか岡田さんにおごりたい言葉だと思ったんですね。 ありがとうございます。でも本当にね、うん、今日こう来てくれる人いるんだけど、俺たちってスターじゃないんですよ。仮面ライダーはスターなんですよ。その中でやったこと自体が今こうやって評価されてるんだけども、俺らはスターじゃねえなと思う。いや、それはスターとかそういうことではなくていかに我々の心を揺るがしてくれたかっていうことだと思うんですよ。だからそれは中井さん、まさに中井さんとか岡田さんは気がついてないんですよ。だけで今世界中の人たちがこういうふうな言葉を投げてくれるっていうことは、やっぱりその岡田さんとか中井さんのその命を捨てた表現がそこまでの感動を呼んでくれたと思うんですね。うん、だから本当に僕はその言葉を送りたいと思ってます。はい。ありがとうございます。じゃあさ、悪いけどちょっと殴ってきてこれ。かわす。うん。でこれ裏剣で。うん、避けるから。てっちゃんさ、足って上がんの今。ダメだなこれ。ちょっとじゃ上げてみっけこれ足。俺もここまで上がんないんだから。カバーする、うん、ここまで上げたらこれ入れ替わるわ。であんたこっちの奥の行って、はい、本番よーい、あい、おれへっ、あやおっ、あやおれ、あやおれ、はいよ、